ここで追いつかれました。得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに仕留めます。勝ち越しを許しません。裏の攻撃、ランナー二塁三塁のチャンス、しかし打ち上げてしまいました。勝ち越すことができません。3回の裏、一打勝ち越しのチャンス。7番バッター、リチャード。センターへ運ぶタイムリー。ホークス、ここで勝ち越します。4回の裏、ワンアウト一塁二塁のチャンス。DH、柳田。センターへ運ぶタイムリー。ホークス、1点を追加します。続く攻撃、ワンアウト二塁三塁で4番ホーキンス。追い込まれてからのタイムリー。ホークス2点を追加します。ホークス、これから6回、ホークスに選手の交代がありました。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるカープの攻撃、バッターは5番デイビー。先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。ホークスリードで迎える6回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。外のスライダー、高め、際どいコース決まっています。ワンボールツーストライクです。サードが取る、一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックスは6番坂倉。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。東浜、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。2アウトです。バッターボックスは7番菊池。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2アウトになっています。膝元へ決まります。ノーボールツーストライクです。打ちました、一二塁間を破る、これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー一塁。さあ一塁にランナーを許しています。バッターは田中、そして塁上には菊池。ここは走ってくることも想定しておかないといけませんね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。インサイド、ここは打ち上げています。上がりすぎました。上林が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7対3、ソフトバンクホークスがリードしています。
6回の裏ホークスの攻撃、打順は2番今宮。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ホークスリードで迎える6回の攻撃です。高めに外れます。ファウルになります。高め打ちました。またファウル。ボールになります。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。バッターボックスには指名打者の柳田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね、はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。ボール先行です。改めてお聞きしますが、この柳田どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的には一発を狙うホームランバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。まあここは1球見るでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。打った、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は4番ホーキンス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね、はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。セーフ。インコース決まりました。ノーボールツーストライク。次が3球目。空振り三振、ツーアウトになりました。打席には5番バッター栗原。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットにな、走ってきた、キャッチャー送球してナイスセーフ、盗塁成功。これでワンヒットで点が入りますね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、全くその通りですよね。打ちへ、これは決まった。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。6回終わって7対3、ソフトバンクホークスがリードしています。里崎さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあここからどういう系統をするかでしょうね。ベンチは当然考えてると思いますよね。はい、系統策、ベンチの采配注目です。インコース詰まりました。ここはフライになっています。栗原抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター秋山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。東浜、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。
この球は外れています。ボール先行です。入れてきました。痛烈、これはどう？センターへ抜ける。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の堂林。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。ああ、やはりそうですか。これが2球目。高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファールボール。インコース高めはストライク。ワンボールツーストライクです。ここは決まりました。見逃し三振です。ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスにはマクフォール入っています。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。ここはこのまま抑え切って勢いづかせないようにしたいですね。なるほど、そうですね。キレのあるボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。すぐに追い込みました。3球目は何で来るか。空振り、ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7対3、ソフトバンクホークスがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。初球ボール、よく見極めましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。インコース外れてボール、ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。これはチャンスですよね。ノーアウトのランナーですから得点まで行きたいですよね。はい、さあこのランナーを返したい。大きく外れました。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インロー見送っています。5球目は何で来るか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。
ポッテワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。カープ、ここでピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは森内。8番バッター牧原、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ワンアウトになっています。9番バッター谷川原、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。期待しましょう。遅れなかったことがどう響いてくるか。さあ2球目は何か。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。打ちました。サード取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。